こんばんは、川亮です。こんばんは、重森さとみです。バラ色ダミー生放送、本日は金子めぐみさん、中島健太さんです。よろしくお願いします。はい、お願いします。今日はね、この赤のドレススカートっていうんですか、ね、ドレススカート、綺麗、それも木下さんが選んだ。そうですよ、そう、毎回選んでるよ、センスいい。いや、ちょっと見る目変わった、ね、見る目だいぶ変わりましたね。毎回いろんなね、あの世界観というか、すごい、これ可愛いんですね。ちょっとダメなんですよ、ね、タンゴのダンサーが座ってると思ってる。品があって華やかで愛情ですよね。で、赤といえばね、真っ赤なポルテ乗ってるんですよ。出た、似合う、ね、似合うって言ってくれたよ、ね、後であの上の手インスタ撮ったら、あ、いいですか、インスタに乗って乗って帰っちゃって乗せてあげて、はい、ということで今日もよろしくお願いします。お願いします。まずはこちらです。人気ロックバンドノーベルブライトのボーカル竹中雄大さんがこのクソガキナメトン系と X を更新、楽曲が盗作されているとして怒りの声を上げました。指摘を受けた楽曲は SNS などで注目を集めるリルディバというアーティストのリメンバーという曲、サビ部分がメロディー歌詞ともにノーベルブライトが2020年に発表した月見草と同じ内容となっています。竹中さんはまんま元音源キーチェンジしてパクってると怒りをあらわに。これを受け指摘を受けたアーティストは、 YouTube で公開されていたある音源の独占権を購入し曲を制作したと SNS で釈明、現在は配信を停止しています。この件についてネットでは竹中さんと同様に怒りの声が上がる一方、他のアーティストの楽曲の一部を切り取り新たな曲を作るサンプリングという手法ではという声もあるそう。さらに一連の流れの中で竹中さんへの中傷も増えているそうで、竹中さんは静観を呼びかけているそうです。これ金子さん、今のね、はい、その竹内さんが読んでくださった文言、うん、あのどうですか、何が起きてるかっていうのはイメージは、うん、なんかよくわかんない。でも歌詞も見てるんでしたっけ、ね、まあ、これまで音楽界において盗作疑惑だとか歌詞だとか曲だとかそういうのがまああったことはありましたけど、まあそれの現代版なのかもしれませんが、分からない部分っていうのはどういう、いや、どんなふうにどう違う似ているのかは知らないので、聞いてないと分かんないですよね。はい、健太さんはいかがですか。これね、聞いてね、あの確かにめちゃめちゃ似てて、うん、まああのその竹中さんの気持ちもまあよく分かるんですけど、あの最近の X って感情論がすごいバズりやすいんですよね。はい、一方的になんか怒ってるとかっていうのってすごいバズりやすいんですよ。うん、でその怒って怒ってるから怒られてる相手が悪いっていう風になりがちなんですけど、でも冷静な第三者がそれ俯瞰してみると、え、意外とどっちでもどっちなんじゃないみたいな案件がすごいよくある中で、だけどレッテル貼れちゃうんですよね、パクったやつっていう風に。だからあのバズっちゃったことで、まあある意味もうこのね、パクッたって言われてる人たちってもうパクったアーティストっていうレッテルが一個貼られちゃうじゃないですか。だからね、その危険性ってものが特に音楽って意外とその今回に関しては分からないですけど似てるんだけど、その作られた過程っていうのがどっかで聞いたのを忘れちゃってなんかすごく自分が生み出したメロディーとして思い出すみたいなパターンもあるっていうじゃないですか。だから実際問題本当にパクったかどうか分からない状態でレッテルが貼られるって、うん、今回の件は分からないけど恐ろしいですよね。でも歌詞が同じって、まあ、なんかメロディーは、うんうん、まあ、なんとかちょっと似ているかもしれないっていうのがなるじゃないですか、うん、傾向が同じような曲が好きだったりしたら、うん、歌詞同じってありますかね。うん、まあ、その今のね、健太さんのおっしゃるのはいくつか要素あると思うんですけど、その後半で話したかの坂本龍一さんですら 100% オリジナルのものはないというぐらい、まあそれは坂本さんが言うからまた意味があるんですけど、どっかで無意識にというケースはあります。だからこれが悪質性かどうかっていうのは、まあ本当に本人があ のみぞ知るところかもしれない。で、無意識だったら許されるかっていうと、それはそういうわけではないのが音楽の世界だとは思うのと、レッテル論でいうと怒った方もレッテルを貼られますよね。確かに確かにそうですね。だからこの X のやっぱりその表裏一体は感情を込めてバズって、それが正義感として広がるけど、でもそういうことで憤りを見せた人っ
ていうこともあるから X の使い方っていう意味では一つ何かこう学べるものはあるラララやめてください本当に、あのいやでもこれはもうあの遠慮なく遠慮なくしもいさんの私知らなくてどっちの曲も、うん、さっきマネージャーさんに聞かせてもらったんですけど、うん、まあ全く一緒でしたね、うん、ちょっと早送りしてるだけなんじゃないかなと思ったぐらい、まあ、ボーカルは女性の方で撮ってるみたいなんですけど、うん、で私も、まあ、サンプリングって難しいし、うん、でもやっぱりリスペクトがあって、うん、サンプリングってリスペクトがやっぱ大事だと思うんですよね、うん、オリジナルの作品ヒップホップの、ね、世界でねでその真似された方が不快に思ったらそれはやっぱり上手にできてないと思うんですよね、うん、でしかもそれをなおさら作品として聴いてもらうじゃなくて普通に配信サイト、うん、そのお金が回るサイトに上げてたっていうことだったので、うん、それはやっぱりあのオリジナルの人たちも納得するような、うん、オリジナルの人たちが応援してくれるような楽曲と説明とストーリーがないと、うん、サンプリングってなかなかそのいいようには転ばないのかなと、うんでもリスペクトがあったらそれをそのリスペクトがあるのでそれこそカバーっていうんですかねあそうねで名前を元に世界にねやればいいんじゃないんですかそこはなぜそうなんでもあれは消さざるを得なかったかなっていううんうんまあ、絵画でも結構パクリ疑惑ってよくあるんですけど、うんうん、パクリかオマージュの境って大体ねその使ってる側にやっぱりその作品に後ろめたさみたいなものを感じるかどうかっていうのは結構でかくて、うんうん、ただ難しいのはその後ろめたさっていうものを見極めるっていうのにもちょっとリテラシーが必要だったりするっていうのがあるので、うん、から使われた側が怒る怒らないっていうのは確かにそこすごく大事で、うん、あのランディ MC がちょっと有名なバンドを忘れて失念してしまったので申し訳ないんですけどエアロスミスのフレーズをまあまあエアロスミスだからっていうのもねあるかもしれないですけど見ようによってはあれによってエアロスミスが莫大なねその恩恵というかそこでおいおいこんなうちらの大事なフレーズ使わないでくれよって言ってたら多分今のエアロスミスは違う景色になっていたわけでまあでもその使う側のセンスだったりやっぱそういうもので今またネットがあるから露骨にサンプリングするとオーディオデータで反応しちゃって配信できないとかなんかまたややこしいだからそういう意味ではネットのない時代は非常に大胆な楽曲が多かったかもう怒ろうとしてた気持ちを抑えるぐらいいやめっちゃいい曲になってるやんだったらまだ、うんね、まあそれはマージュですよね、まあこの番組もサンプリングだらけですけどねそうなんですかそれではこちらです怒られなさそう